こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日12月10日ルッスイゾラ来ました。さあ行ってみましょう。いよいよルッスもね、ロングコースがオープンしました。さあ行ってみましょう。 GO! イエー、雪降りましたね。いやー、今年の北海道は本当一気に雪が降ってくれて、めちゃくちゃ環境が良くなりました。気持ちいい。この今滑っているのは、ルッスのイゾラのスティームボートエコスになります。ロングコースでピステンがパシッと綺麗に入るコースなので、結構ねカービングをしたりだとかスピードを出して気持ちよく滑るのにね向いているコースになっています。自分も大好きなコースです。そしてこのスティームボートの両サイドは今ねまだ雪が少ないので笹がこうやってね出てるんですけど、トップシーズンはこの笹も全部埋まってパウダーになります。しかもこの横からね滑り降りていってもOK っていう感じの、ね、コースになっております。イエーイ。いやーコースが長い。シーズンインの今の時期にねこのロングコースはね足にきますね、はい、いやでも楽しいね。やっぱ長いコース滑るってすごく気持ちがいいです。今日はオープンしてね、あオープンっていうかこのロングコースがリフトだけで駐車場からそのまま来れるようになって、初めての週末なので結構お客さんもね来てますね。よっ、あー気持ちいい。修学旅行生も結構いましたね。修学旅行生も本州から来れるようになってスノーボード楽しんでいるようです。よかったね、本当ね、こうやってね北海道に来れるようになって。よっ、今日使っている道具紹介します。板は TNTRFNPC、 バイはねキングリミテッド、ブーツはフリーダムになります。しかもフリーダムの来期モデルのねテストを今行っています。ウェアはオーシスタイルとレイトプロジェクトのコラボベストにコラボビブパン履いてます。ジャケットは今日はプルオーバージャケットです。グローブは手の出るグローブ、レイトとのコラボです。ありがとうございます。予約すごくたくさん入ってます。12月末にね入荷予定なので楽しみにしていてください。はい、ゴーグルはねダイスのバンク超高グレー使ってます。今日はね、いや楽しい。そして、はい、帽子バケットハット OC スタイルさんです。顎紐をつけてね今みたいにスピード出しても飛ばないように工夫させていただきました。今日はそうそう拓蔵くんと一緒に滑りに来てます。よっ、よー最高。いやー気持ちいいね。さあちょっとね他のコースも空いてるので他のコースもちょっとね滑りに行ってみたいと思います。はい、では続きましてスティームボート B コースを拓蔵くんに滑ってもらいたいと思います。はい、今日使っているカメラはインスタ 360X3 を使ってね撮影しております。どうですか、ドローンみたいな映像がねこのように楽しめるカメラとなっております。今年はね液晶が大きくなってさらにリフトの上とかでもね滑りをチェックできるね、すごくいい感じに進化しました。はい、
あ、気持ちいい。スインボート A よりも B の方が前半このように斜度がゆったりとしていて、結構練習するのにはね、いいバーになってます。カットバスっていうよりはね、少し姿勢をチェックしながら自分であえて踏んでいって滑るみたいなね、滑りが面白いんじゃないかなと思います。ゼラトリもしやすいね、シャドウになってますね。はい、よいしょ。拓造くんもね、今日新しい板が届きまして、その板で、ね、今日は滑っております。いいですね。気持ちいい。さ、ガスも抜けて見やすくなりました。よいしょ、イエーイ。拓造くんは、ね、今年ねバインディングスーパーマチック使ってます。板もね、内デッカーの板にねしたようです。今日ね、新しい板調子はどうなんでしょうか。前よりもね、太めのディレクショナルの板にねしたようです。よいしょ、イエーイ。ゴーグルはね、ナイスのバッグ使ってます。イエーイ。で、ルスのコース横シャドウのね、ちょっと強いところはこのようにまだブッシュが出ていてね、掘れたところので石黒がちょっと転がっている感じになりますので、皆さん気をつけながら滑ってください。特に新しい板ね、下ろした人は踏むとエッジかけちゃうんで気をつけてね滑りましょうね。まあ、僕的にはまだ新しい板は下ろさない方がいいんじゃないかなと思います。もし少し雪がね落ち着いて、地に氷ができてね、下地が掘れないように、ブッシュが出ないようなね状態になってから新しい板をね下ろすことをおすすめします。よいしょ、さあリフト乗り場にが近づいてきました。イエーイ。ここがね、イゾラグランドリフトになります。イエーイ。どうよ、イエーイ。最高だね。いやー、いいわ。